こんにちは、ミハイアの大山です。イエーイ。今日はですね、いつもと風景が違います。ルセットグローバルさんにお邪魔しております。はい、今ですね、うちの求人サイトラクジョブの方でプログラマーの募集を積極的にやっていただいているっていう会社なんですけれども、何でもプログラマー募集者は珍しく、しかもあの技術系の会社には珍しく女子会があるっていう。そうなんです、女子会があるんです。しかもその女子会入れるの本当に女子だけど。おいいですね、甘美の響きですね、はい、入りたいと言った新卒がいて、ダメだよ男はって言われたら翌日女装してきました。リアルな話です。本当スカート履いてズラかぶってきました。でも入れなかったっていう。でもダメだ。寒いちょっとことが起きた。つらい。社内が社内なんですね、うちは。そういう会社です。彼はなんでそんなに入りたかったんでしょうね、女子会に。ね、でもなんかあの男の子が好きみたいで。ああ。なるほど、素晴らしい。これは事実か、あの、まあ、作りなのか、ここは定かじゃないですが、怖くて触れられないっていう。なるほど、まあ、触れてはいけない領域もありつつ。そうですね、彼は女子と相談がしたかったんですね。楽しくこう話したかったでしょ。なるほど。どんなことを話し合ってるのかちょっと僕もわからないんですが、キーがかかってしまってるので女子しか入れないと、その掲示板は本当にこう怖いなと。怖いなと言いつつ社内制度としてちゃんと成り立っている。成り立っている、素晴らしい。いいですね、会社でそういう風にちゃんと女子にも気を使ってあげて、はい、息抜きの場というか。そうですね、はい、何話してるか分かんないですけど。そういう女子同士で盛り上がれる場っていうのがいいですね。はい、はい、ぜひぜひ。あのうちも人事女子交流会とかっていうのをやってたりして。そうなんですか。業界女子が増えてほしいんですよ。それ僕女装したらいけます。ダメですか。いやーちょっとダメですね。やっぱダメなんですね。女装もダメなんですね。女装ダメですね。わかりました。はい、なのでぜひぜひ業界に女子を入れることによってさらに活気をということで。そうですね、はい、はい、まあ、皆さんも社内制度として取り入れてみてはいかがでしょうか。ぜひよろしくお願いします。バイバーイ。